で実際ですねロケハンする上で大事になるのが、まあ、太陽の位置ですね。太陽がどこにあるのかっていうところ、まあ、今回ちょっと眩しいかもしれないんですけど太陽がこっちの方にあります、まあ、その太陽の位置を確認した上で、やっぱりですね綺麗に撮れる角度っていうのもやっぱ半逆光だったりするということもあって、例えばこういう角度であったりこういう角度で写真を撮っていくと綺麗になります。例えばこれですね、今すごいすぐ近くのものだったんですけれども、この光の当たり方、この緑がすごいピカピカしてるのが分かるでしょうか。こういうような角度で光が当たっていますと、その背景としてはすごく緑が生えてきます、色が出てきます。この時間帯の光、太陽を見ながら、まあ、綺麗な場所を探してここを撮影できそうだなっていうことを頭の中に入れていきます。なのでいろんなスポットを自分の頭の中に入れておくっていうことがロケハンのところでは大事になったりします。奥までの距離が遠いイコール、つまりボケやすい、抜け感があるという言葉をよくカメラマン使ったりするんですけれども、奥がすごい距離があるということであれば、その奥側の方の背景はよりボケていくということもあって、まあ、そのボケが綺麗だったりするわけですね。大人の場合であればある程度自分のあのコース考えたコースで回れると思うんですけど、まあ、子供の撮影であればやっぱりですね子供優先子供第一な形になってしまうと思うので、まあ、そこはあとは臨機応変に場所を選びながら、子供がそっちの方行きたいのであればちょっとそっちの方に行ったり、あとはでもやっぱいい写真を撮りたいのであればあっちの方に行きたいので、まあ、子供の機嫌がまあ、ある程度いいなと思った時に、まあ、ちょっと誘導したりすると。基本的にまず太陽の位置を確認して、太陽の光が差し込む位置、場所どういう風な角度で撮ったらいいかということを頭に入れながら、あとは綺麗なスポットですね、桜であったり太陽の光が当たって緑が綺麗だったりっていうところを自分の中で確認して、まあ、その場所、あとはその人の配置の仕方、あとコミュニケーションの仕方っていうところを大事にしながらポイントとして、まあ、撮影をしていくという形です。子どもの撮影の場合は基本的に自分こういうところで撮れたらなって思うけれども、その場に合わせながら子どもが伸び伸びしていく、まあ、信頼関係を築きながら撮っていくという形が大事なのかなと思います。